ははいこんにちはえー、てっちゃんはジャーナリストいいつもごご視聴ありがとうございます、えー、白鵬たちね、宮城の部屋の人たち全員がね、朝香山部屋に行くということがもう伝わりました。でね、僕はね、2018年にね、高乃花が、まあ、引退しましたよね、引退届出して。で、その時にね、あの、印象に残ってるのは、ん、相撲協会と、要は高乃花がうまいこと言ってない中でね、 このままいても弟子に迷惑かかるるとといいううようなことを言い残してるんですねでね当時のあの宝原の引退についての,あのことをちょっとね今日は述べたいと思います。であとあとねその相撲協会との関係がねぎくしゃくした中で、えー、弟子たちに大なり小なり迷惑かけるというのがさっき言った通りだったんですけどその引退をした時の理由としてね 教会の、要は、有形無形の重圧って言ってますね。有形無形ってのは、形にあるものないものの重圧。まあ、かなりね、まあ、教会といろいろあったっていうことを匂わすようなね、ことを、まあ、言っています。で、結果的にね、あの、高野花が、親方が引退した時に、年寄りをね、引退する旨の届けを、届け度、まあ、総教官に提出して、で、力士たちはね、 一同は、まあ、後継者である前は千賀の浦部屋に所属先を変更したんですねでその時はもう引退する時にもう自分の弟子たちをどこに持っていくかっていうのはもうちゃんと決まっていたということでえ野、ー、花親方は当時ね年寄り引退の理由として元横綱例のあの春巻富士の高野岩ね高野岩に対する傷害事件に関する暴行事件について。 えー、内閣府公益認定等委員会に提出して要はあのその委員会にね、あのー、提出したわけですよ自分の弟子がこうやられたんだと。でその後にねあの自分の弟子のね暴力事件をね自分で告発しときながら、えー、高木美俊っていうねあの自分の弟子がね付け人を数発殴ったっていう暴力事件。 回ってね、あのーあのー、告発状を取り下げたとかって言われていてで相撲協会から告発状はね事実無根な理由に基づいてな,なされたものと結論付けられたあげく認めないと、まあ、要は告発状は事実無根だということを認めろとで認めないと親方を廃業せざるを得ないっていうね あのー、圧力がかかってまあ有形無形の要請を受け入れたということを告白したと要はねあのーあのー、まあ踏み絵ですよねでね引退する時にね高輪の親方はね文章を手に状況を説明したっていうことでねそ,れその時の内容を引用するとね 本年、まあ、2017か8年ですね。本年3月9日、私は高野岩に対する、障害事件に関する日本相撲協会の対応などについて、真実を隠さず追及したいという気持ちで、内閣府公益認定等委員会に告発状を提出しましたと。その後、私の弟子、高君敏の、要は不届き、要つまり、えー 結局ね、高野はやられたことに対して告発状を出したんだけど、その後自分の別の弟子がね、付き人に暴行を加えてたということで、告発状を取り下げたんです。で、告発状の内容には、何らだ事実に反する点はありませんと。その後、私は折半を受け取った降格書もまあ、要はその一連の騒ぎで、高野花は降格を受けた。真摯に受け止め、一平卒としてゼロからスタートさせていただき、部屋に所属する、 歴史に対する指導、監督及び審判としての業務に粛々と従事してまいりましたと。高輪の親方は告発状の内容が正しい信念を持ちながら教会の一員として、えー、処分を受け入れたと明かしたと。まあ、その後ね、あのー、告発状に関する見解が、要は内容がね、内容、文書の中身が、あの要はね、 事実無根だと、教会は言ってるわけですよ、告発文の。高野花は告発文は嘘、偽りないと。で、その内容が違うということを認めないと、要は、あなたは辞めるしかないよ、という重圧,重圧を受けたんですね。要は、まあ、悪く言うと、教会の隠蔽。高野花が、ね、嘘を書いたとは思えないんですよね、その告発文。つまり、告発文の内容が、相撲協会は嘘だと。 高永原は本当だと嘘と認めろと認めないといられなくなるぞっていう圧力を受けたわけですあのそして教会がね全ての親方は一門に属さなければならないと決定したこと一門にいるための条件として告発状の内容を事実無根と認めるよう要請を受けただからさっき言ったように 告発の内容は違うんだとだから表に出たら相撲協会困っった内容だったの、あのー、さらにそのね相撲協会理事会において全ての親方は一門のいずれかに所属しなければならないつまり一門に所属しない親方は部屋を持つことができないという欠点だったんですつまりはもう高輪花包囲網がもうできてきてるわけですね 同時に、高野花はいずれかの一問に入るための条件として、告発の内容は事実無根、理由に基づいてなされたものと認めるように要請を受けた。つまり、一問に入らないとダメですよと。でも一問に入るためには告発文が違うと認めなさいというふうに言われたわけです。あの、でも高野花は最後までね、内容については嘘じゃないと言い続けましたね。そして、 本人と宝原親方と協会との対立によってね、弟子が相撲を取れなくなると考えて自ら引退に踏み切ったと。あの、まあ納得いかなかったっていうのもあるんでしょうけど、あの、なかなかね、 だからね頑固もんです,から、ね、頑固もんですちなみにね高木三鷹っていうのはその後名前も変えて今はね格闘家になってるかな。で貴乃岩はね、あのー、今モンゴルで事業家になってますね。でね今ご存じの通り貴景勝も大関になってるし高野花の弟子っていうのはやっぱりきちっとやっぱり素質もあったのかどうか分かりませんけどやっぱ相撲の指導はやっぱり。 すごかったんでしょうね。あのみんなのね、貴花の弟子ってみんなやっぱ強いでしょ。だから、ここでやっぱり八百長させないしね。だから親方としての資質はやっぱあったんだということを認めざるを得ないでしょうね。うん。まあ、ただ頑固でね、長いものにまかれない。まあそういうとこ僕は好きですけどね、長いものにまかれない。だからこそ、うん。 まあ、相撲協会にあ,の、ねまあ、ある意味潰されたのかなっていう、ね、気はしますけど先ほど言ったね、あのー、相撲協会との関係でねこのままいたらあの弟子たちに迷惑かけるんじゃないかと白鵬は全くそんなことは思っておりません。